ガルガー桜堤急カルガワガルガワは、北海道札幌市手稲区を流れる新河、推計中の川支流の二級河川である。北海道札幌市手稲区南西の手稲山頂から、見て、北北東に位置する札幌手稲ゴルフクラブから、流れ出て、東北東に向かう。山を出たところで、札尊自動車道の下をくぐり、島地を流れる。国道5号と交わるところで暗挙に入り、 石狩手稲通りの下を通って、函館本線の北東で地上に姿を現す。そこからは、直線で東北東に流れ、中の川に合流する。函館本線から、合流点までの下流部両岸には、桜の木が植えられており、これを、ガルガワ桜包みという。かつて愛の民族は、この川を、トシリパオマナイと呼んでいた。川の周辺に古墳があったらしい。 後に入植した和人は夏になると日上がる川の姿から枯川と呼び、それがなまったガル川が現在の川の名になった。明治の初め、ガル川の周辺域はガル川地区と区分けされた。その中心にあたるガル川のほとりの集落もガル川と呼ばれていた。今の手稲駅の旧名ガル川駅もこれに由来している。後にこの区域は手稲町となり、 集落名のガル川は1942年にテイネ本町と改められた。大正時代の頃までガル川の下流域を流れる追分川は現在よりも西を流れ今の旧カル川の流路を流れていた。ガル川はそこに合流する追分川の支流であった。直線上になっている現在のガル川下流部はそれ以降に改修されたものである。ガルガー桜津海は 20世紀後半に住民による、ガルガワと桜並木を育てる会が中心になって植えた、ものである。ありがとうございます。